こんばんは、マーティン、ダイナム役場、キングタグです。今日は緊急放送ということで、キングタグのビビガイアッパカップ、もう総括を発表します。まず、男子はもう、藤井信人がパーフェクトを出してたんですが、結果、藤井信対長野ばる選手は、長野ばる選手の優勝です。残念ながら予想外れました、全部、はい。一方、女子は、姫路浦原さんと、松永ろ美さんの対決も横綱対決と言っていいでしょう。平成の大横綱対決は、 姫路浦田さんが優勝しました。おめでとうございます。いはい。チャレンジマッチで、はい。お楽しみにしておりますし、私の復活の投球、果たしてどうなるかお楽しみに。もうアッパカップ本当に感動しましたし、見てないですけども、はい。すごい、ブラボーとしか言えません。姫路浦田さん200ちょうどいいですねですぱ、ウ、ま、ィ、あ、ーはい。というわけで今日は、この話でした。P リーグはもうすぐ始まりますけども、 何か一言あればどうぞコメントでお願いします。はい、以上です。それじゃあバイバイ。